ボニー・サマービルはアメリカ合衆国の女優、歌手、ニューヨーク市ブルックリン出身、ニューヨークブルックリン地区のフラットブッシュで生まれ育つ。地元の私立高校在学中に女優や歌手として活動を始め、ボストンカレッジへ進学後、本格的に女優としてキャリアをスタートさせる。22歳の時、ロサンゼルスへ引っ越したサマービルはバンドに参加し、初めてエージェントがついた。 サマービルの初出演作品は1996年の映画シティホールへのエキストラ出演だった。1999年に出演した CBS のミニシリーズセイクラトルロールで初めて大きな役を得、ここでは歌手としてもデビューした。2000年にはグロッセボワンとザオーシーフレンズに相次いでゲスト出演した。 2004年から2005年にかけては NYPD ブルーのファイナルシーズンにローラ・マーフィー役として全20話中15話に出演した。近年ではバンドフロム・ TV という番組の企画でグレッグ・グランバーグやヒュー・ローリー、ジェームズ・デントンらとバンドを組みボーカルを務めている。2004年俳優のザック・ブラフトの交際を報じられた。2008年10月18日深夜。 友人と参加したパーティーの帰り道、強盗被害に遭い、友人が発砲され負傷するという事件に巻き込まれた。ありがとうございます。